人の動画拝見してると、たけしとかヨドフカとか1分台で討伐してるの見るとやんなっちゃいますよ。なるべく見ない方がいいんじゃないですかね それは ああ、まあ。でも、いや、さすがに夜更か1分とかだと、結構タイムアタックに近いぐらいの領域だと思いますよね。それはね、以前にもなんかこう、ワイルドハーツで、同じ、まさにトリプル M さんがね、同じようなコメントいただいたことあるんですけど、まあ、それはあんまりこう比較しないことですね。世の中いろんな人がいますからね。トリプルさん、私もつい最近までそうでしたよ。なんなら今でも何分もかかります。ちょっと村くんも鬱陶しいんで、秋行きますか。今日秋率高いな。モンスターハンターでもね、一緒です。トリプル M さん、モンスターハンターもこう未経験だと思うんで、モンハン慣れもこう、あれかもしれないですけど、モンスターハンターもね、同そうじなだ。んですよ。さっき活人ひな立ちで阿世通り相手に1800出たんですよ。あ、すごいね、それ。めっちゃこう、長期的にこうやり込んでる人と、そうじゃない人だと、まあなんかこう、仮ゲーだとこう、クリアタイムもね、出るから、他の死にゲーとか、なんか浪人とかああいうゲームと比べて、タイムでも出ちゃうんで、そういうこう、数値で、わかりやすく出ちゃうじゃないですか。1分とか、2分とか。まあそういうのが出るから、こう、タイムアタックのやりがいもあるという側面もあるんですけど、まあそういうなんか数値が出ちゃうんで、結構こう比較しちゃいがちなんだけど、まあ、そこはね、どうしてもこうめちゃくちゃこうやり込んでる人と、かなり、まあ、装備の面でもそうだし、こうプレイングの面でも差が出るので、その本当にこうクリアタイムとかそういうのを落とし込むとね、ものすごい差が出ちゃうんですよ。多分だからワイドハーツの場合はもともとその、時間が結構早いゲームなんで、1分とかっていうふうに言ったら、こう、最速級だと思うんですよね。1分切るかどうかとか、そのぐらいがこう、もう、まあ、ゲームとして相当こう、煮詰まってるから、ほぼほぼ、もう、そこまで行くと最速くらいだと思うんで、まあ、トリプル M さんがこう、見た YouTube かな？の、こう、人の動画とか、多分そういうこう、領域の、最高峰のワイドハーツの、ポテンシャル発揮してる感じの動画とかだと、そういうこう域とかになると思うんですけど、それはね、もう本当にすごい難しいですよ。実は討伐数とか上がる隠れステータスでもあるんじゃないかと疑ってるレベルですが、ライゴフとか揃えたとてたどり着ける領域かなと。いや、まあ、無理ですね。5分集めるのが相当まず大変だと思いきやワイドハーツだと、それはね、無理です。そこまで行くのは。あ、無理は言い過ぎだよね。別に、行ける人はいけると思うけど。相当すごい動機ではあるので。あんまそれはね、気にしないことですよ。それこそなんか、例えばなんか、浪人とかでもそうじゃないですか。浪人だったらこう、トリプル M さんわかると思うんですけど、極夜とか、一人でやっちゃう人いるじゃないですか。完全なんかこう、トト NPC も使わずに、ソロプレイでこうやっちゃうみたいな、そういうプレイとかって、多分、同じように YouTube の中に動画あると思うんですよ。めっちゃこう縛りプレイでやっちゃって、それでもこうクリアしちゃうみたいな、そういう人世の中おるんですよ。まあ YouTube っていろんなね、世界中のプレイヤーがゲームの投稿するんで、大体アクションゲームってね、どのゲームでもそういう領域でこうプレイできる人が世の中におるんで。レベル1でやっちゃったりとか、裸でやっちゃったりとかね。もう、TARTA みたいな感じで、めちゃくちゃなこう、時間の速さでやっちゃったりとか。浪人でもありますからね、そういうのね。
YouTube は、まあ、動画サイトとしてのこうプラットフォームも非常にね、大きいというか、まあ、日本っていうか、まあ、世界中で一番流行ってるぐらいだと思うんで、まあ、本当に、ものすごく多くの人が動画投稿とかしますから、世界中のこう、研鑽されたこうゲームプレイヤーのプレイ動画とかって集まってくるんで、それがすごいなんか、高レベルのクオリティなものが集まってくるから、まあ、なんかめっちゃ参考にはなる、ですけど、まあなんか、気になるようだとあんまり気にしない方がいいと思います。そこ本当に目指したければね、クオリティ高いものが上がってるから、参考にはなると思いますけど、もう僕なんか、ね、その辺はもう別次元のものとして、そのあんまりこう、見たりはしないんですけど、なんかこう、別次元のものとして、見たりするから、見るとしても。なんかすごいなんかスポーツのプレイとか見てるみたいな感じの、そういうノリですかね。スポーツ選手のこうスーパープレイみたいなの。アキナ、参加してもいいですか？どうぞどうぞ、いいですよ。これ途中から入れましたっけ？この獣を狙う。まあ、こういう領域もありますから。ワイルドハーツにはね。ワイルド、どのゲームでもそうですけど。まあ、いろんな領域ありますから。ワイルドハーツの場合なんかこう、モンスターハンターとか以上にあんまりこう、カジュアル領域でやる人が少ないんでね。今の2024年とかだと、新しめの動画とかだと YouTube 上がってくるのそういう結構ねクオリティ高いものばっかりになってしまう傾向があると思うんですけど、こんなもんですよ。ほら3分超えた。ちょっと苦手な相手だとこんなもんですよ。あと、ワイパーツはね、前もなんかこの話したことあるんですけど、そもそもなんか、討伐時間が短いんで、なんか人のプレイとかとあんまりこう比較さえしなければ、そうなんだか、討伐時、時間自体はね、そもそもが短めなんで、割とこうストレスフリーでやりやすくなるんじゃないかなと思うんですよ。モンスターハンターとかってもっとね、めっちゃ長いんですわ。マジでこう、そんなに上手くない人がやると、10分、20分とかって時間かかっちゃうんで、結構そこまで行くとワンゲーム、長くて、結構ストレス溜まるっていうか、そういう形になるんですけど、ワイドハーツってこのくらいのクオリティでやっても、全然5分以内とかにこう、指導終わるんですよ。タンブラーさん、ハルキさんよろしくお願いします。うんうん、これ終わったら、はい、了解です。それぐらい終わるんですよ。だからなんだか別に人のプレイと比較さえしなければ、どんななんか適当なプレイでも別になんか数分ぐらいでね、それこそそんな上を目指さなければですけど、終わるから、なんか装備収集とか、アイテム稼ぎの効率もいいですしね、5分以内とかにこう終わるんで、そこはなんかこうワイヤーの利点というかやりやすいところなのかなと思いますよ。モンハンとかってめっちゃ長いんですわ、時間。あれだからその、上手い人がプレイするかそうじゃないかで、収集の、なんていうかな、やり込みの収集の効率とかも全然変わってくると思うんです。1回のこう指導でもう20分とか30分とか平気でかかったりするんで、下手くそだと超大変なんですけど。家政婦さんよろしくお願いいたします。
僕はなんかワイハはなんかそこら辺は居心地がいいですよね、やっててね。この程度の適当プレイでも別に、5分以内には終わるじゃないですか。だからまあ、そこそこ気軽に回せていいなと。自分ぐらいの視点だとそう思っちゃいますけどね。昔のモンハンは50分でタイムオーバーなんてそうのもありそう。ましたざわね。にあったもんね。めっちゃ大変なんですよ。だから、そういうゲームなんで、それをもっともっと突き詰めると、それはその1分以内とか、30秒、40秒とかで、なんだったらこう、勝てるみたいな、そういう領域までこう、強化できるんですけど、まあ別になんか、そこまでやらへんでも、まあ、わかんないです。人によってね、こう、目指すこう、ゲームの目標ラインが違うので、そこまで目50指したい分方戦いはね、続けるのは本当しんどかっああ、たですね。そう、だけど、あら。単純にしんどいじゃないですか。50分とかいっちゃうと、普通のプレイヤーさんがみんな。しんどいんだけど、ワイドハーツは別にこの程度のなんか、プレイでも、5分とかで終わりますから。別にそれ以上上を目指さなければ、割とこう居心地はいいと思いますよね。じゃあ秋でいいですか、連続で。の時間だ。あれ、カセさん入ってきていただいてないかもな。共に行こう。来たか。エンコンとかこうやって回してんのこう気楽ですよ、その辺はね。指導時間1分級とかに短縮しようと思ったら、まあ、ものすごいですよね、それは。本当になんかこう、もちろん装備も、めちゃくちゃ厳選して頑張ってやり、でもテクニックも本当にこう、なんあとか、できたら一回夏も行きたいですあ、了ね。解、いいですよ。いいですよね、葉月さんの1回ぐらいのやつ。本当にこう、集中して、極めていかないと。それは無理です。